この公演に挑戦させていただけるっていうことで、マリア・パヘスさんのリバーダンスの中で踊られた映像を見てすごく感動して、うわ、フラメンコって素敵だなって、なんかこのダンスに今から挑戦させていただけるんだと思ったら、もうすごくワクワクしたのと、きっと難しいだろうなっていうところで、宝塚の先輩でランコノミさんっていう方が、もう今もダンサーとして活躍されながら、宝塚の方にもそういうフラメンコがあると振り付けにいらしてくださってて、私は劇場という作品でランコノミさんの振り付けも踊ってはいないんですけども、見ていて、ぜひちょっといろいろ教えていただきたいなと思って習いに行って、もういろいろ細かいこと、基礎的なことからなんか教えていただいて、今回の公演に向けて、はい、健一の時に、入って1年目の時にフラメンコの劇団レッスンがあったんですよ。でもずっと長いこと続いてて、私が入った頃に亡くなってしまったんですよね。なかったんですか。はい、なので私も1年ぐらいしか受けた記憶がないので、多分本当にちゃんと習うのは初めてで、そうですか。クラシックバッドボーイズの皆さんとコラボレーションさせていただいたんですけども、彼らはそのクラシックを超えた身体能力の持ち主で、ロック・ザ・バレエといってもロック調のマイケル・ジャクソンの曲を使ってもアクロバティックに繰り広げていく中で、彼らと一緒にシング・シング・シングって曲を一曲踊らせてもらったんですけど、踊りの種類としては馴染みのある種類といいますか、私たちもクラシック・ジャズっていうのはこうやってきたのでなんですけども、やっぱ彼らの身体能力を見てると自分もできるような気がしてしまう。彼らについていくのに必死だったんですけども、でも一緒に踊ることでやはりこう、エネルギーっていうんですかね、すごく引き上げてもらって、すごくアメリカ人になった気分になったというか、はい、すごく楽しかったのを覚えてますね。でアルゼンチンタンゴっていうのはもう本当にがっつりとペアの踊りなんですよね。で5人女子で5人ダンサーの方来てくださって、それぞれがもうカップリングされて、その方とがっつり2曲ソロをいただいてやるっていうことだったので、タンゴも宝塚時代馴染みがあるのはあるんですけども、本格的なものではなかったですし、もちろん男性パートを踊ってきたので、その相手に身を委ねて、やっぱりあんなにがっつりペアダンスをやったのは初めてでしたね。なんか本当に相手に集中して踊りをするっていうことをなんか勉強させてもらいましたし、一人じゃお稽古もできないんですよ、二人でやる振り付けなので。なのででもあの時アルジェンタンゴという作品がすごく今の自分の基盤になっていると言いますか、やっぱりすごく難しかったですし、彼らはやっぱり自分たちのタンゴを見せるためにやってきて、日本にやってきているので、私たちが彼らのところに少しでも近づかないと彼らも気持ちよくないわけですよ。そういう中で一生懸命くっついていこうって頑張ったし、言葉の壁もすごくあったんですけれども、やっぱあれを一緒に彼らと踊り切ったっていう経験っていうのは、あれを乗り越えられたんだからきっと今回も大丈夫なはずっていう、すごくなんか自分の礎になってるっていうか、そういう公演ではありましたね。そうですね。まあ私対談後第一作目がそのセクシー魔女という役だったので、その時にまず歩き方ですよね。タンゴもなんですけど、やはり相手と向き合ってるってことは、お客様には背中と足さばきでしかこう見えないわけですよね。そういう意味で本当足さばき、足をきれいに出す、やっぱピンヒールを履いて女性らしくっていうのはもう今でも歩くって難しいなって思いますけれども、タンゴを経験してなんか自分の足のラインも体のラインも変わったんじゃないかなっていうぐらい、やっぱこう中心に集める力って言いますか、
ぱりそれをしっかり持ってないとやっぱ相手のコントロールも受け取れないので、うん、そういう意味ではまだまだ修行中です。